ようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。これカリカリ梅ね。これをざっくりみじん切りにするよ。今日はね、プチ朝寝坊をしてしまったの。でもね、私ね、寝坊しようがなんだろうがね、朝コーヒーとかをしないとね、動けないの。エンジンがかからない。車と一緒でさ、油を入れんの走らんでしょ。私はコーヒーを入れないと動けないの。ほんでこれパプリカはね、細切り。そしたらね、ウインナーに切り込み。久しぶりにウイニーを買った。このウイニーも美味しいよね。で、バッター液の分量これです。バッター液にさ、カレー粉が入るからソースをかけなくてもね、美味しいよ。お弁当にソースかけちゃうとべちょってなったりするからさ。そしたらね、衣漬け。もうさ、この何これなんだろうな、ボールではなくてなんだろうな、よくわかんないけど、セリアでさ4つで100円で売ってるじゃん。これでね、もうこれをくるくる回してつけた。で、これ肉団子を使ってるからね、楽ちん、なんちゃってメンチカツだから。そしたら卵焼きの準備です。さ、お弁当作りながらする話ではないかもしれないけど、今日はすっきりした。すっきりしたって、ここ 2,3 日ね、詰まっちゃってたの私。何とはもう言わないけども、お察しして、もう大体わかるもんね、詰まってた。といえばね、ここに3日さ、詰まっててお腹が張ってさ、ただでさえまん丸いさ、鏡餅みたいなお腹なんだけど、それがパンパンに張って、もう昨日の夜から痛かったのよ。でもね、最近ね、もう私ね、便秘の薬は飲まないようにしてるんだ。いろいろ事情があってね。で、そしたらね、今朝ね、お腹が開いたたたたってなって、そうだな、2、3日ぶりにね、お腹の方がすっきりして気持ちいいです。さ、パンパンに張ってしたらさ、やっぱさ、具合が悪いよ、子なんていうのかな、お腹もなんか張って、嫌な感覚だしさ、だからよかった。でね、一時期はね、YouTube の広告でよく流れてたスリビアっていうのがあったのよね。それを買って飲んでたんだけど、それもね、なかなかいいお値段がしたから、もうね、1年ぐらい続けてやめたのよ。もう飲む薬も多いしさ、サプリメントを増やしたくないなと思って。でもね、今日は本当久しぶりにすっきり爽快、気持ちがいいです。プチ朝寝坊をしたけど。で、卵焼きを焼き終わったから、これウインナーね。このね、ウイニー、私ね、コメントで教えてもらってからね、お気に入りです。美味しいよね。で、パプリカを炒めるよ。ベーコンでも切ればよかったんだけど、ちょっぴり朝寝坊して、ほら、頭が回ってないから、もうね、そのままパプリカだけでも美味しいからね。分量これです。塩コショウで炒めるよりもさ、顆粒コンソメがちょびっと入っただけで、またね、コクが出て美味しくなるもんね。これでパプリカのコンソメ炒めの出来上がり。そうしたら、このなんちゃってメンチカツを揚げるよ。
もうこれはね180度の油で転がしながらさ、衣に火を通していく感じ。あの肉団子だからさ、もう加熱処理してあるでしょ。だからね、あのパン粉じゃないや、これ衣にしっかり火を通す。まあ、お腹壊したらいかんからね。でこうやって転がしながらさ、全体にしっかり火が入ったらいい色ね。そしてね、これ爪楊枝で2個ずつ留めてる。これでなんちゃってメンチカツが出来上がり。そしてね、おにぎりはね、これトトがこのおにぎりめちゃくちゃ気に入ってカリカリ梅とねシソの実のおにぎりです。ちょっと今日カリカリ梅が多かった気がするけど、まあいっか。これがねすごくお気に入りだった。私は色的にたくあんを切りたかったんだけど、こっちの方が食べやすいって美味しいって言ったからね、もうたくあんは我慢しましたでさ、今日はまた鹿児島はなんか夏日になるらしいよ。暑かったり涼しかったりして、もうほんと嫌になっちゃうわ。まあ家から出ないけどね今日はでおにぎりは縦詰めね。私ね、そう昨日ね雨降りの中ね、鬼の形相でまとめ買いしてきて、冷凍庫がね潤ったから嬉しいで詰めるよ。バランで仕切って、なんちゃってメンチカツはさ立てかける感じで詰める。そしてね、卵焼きは断面が見えるように詰めて、カップにパプリカを入れて詰めるよ。うん。でウインナーね、そしたらミニトマトをちょこんと乗っけて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、トトのお気に入りのカリカリ梅としその実のおにぎりさんと、なんちゃってメンチカツのお弁当でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。